昨晩は日向市にある美鉾ヶ浦キャンプ場というところに泊まりました。公園の一角にある、キャンプ場で、少し、上がったところに、キャンプのサイトがありました。今日は雨が降っているので、キャンプをしている人は、自分以外に、一人だけです。向こうの方でテントを張っているのは、富山県から、車で見えた、人です。今日は、雨なので、しばらく外に出れません。バイクの整備をするために昨日の夜中まだ雨が、少ない時に、ここまでバイクを押してきました。この下で、バイクの整備とかしようと思います。いつものようにテントは、水島の下に張らさせてもらいました。今、朝の7時です。あと 2,3 時間ぐらい、雨は降るみたいです。予報通り3時間後ぐらいに、出発できればいいなと思ってます。いつもですと、もう無理して、カッパを着て、出発するんですが、もうゆっくり行こうと思うので、10時ぐらいに、出発しようと思います。昨日の夜に食べようと思ってたおでんを、朝ごはんに食べようと思います。おでんなんですが、昨日夜急いで買ったら、つゆだと思ってた、のがこんにゃくでした。幸いなことに味噌汁が、2つだけ残ってたので、これで味付けをして、食べようと思います。この味噌汁がないと、ちょっと、悲惨なおでんになるところでした。おでんを、作りました。一袋茹でたので、かなりの量になっちゃいました。こんなに膨らむと思わなかったです。味の方は、今からちょっと食べてみますが、味噌汁で作ったんですが、まあまあ、美味しいおでんができました。成功だと思います。今から、日向岬にある馬ヶ瀬というところに行こうと思います。日本一の、中上岩ということで、70メートルの、断崖になるそうです。こっちから行くみたいですので、行ってみます。歩道の壁面に、ゴキブリがいました。この大きなゴキブリは、九州に来て死骸は見たんですが、生きてるのは初めて見ました。何匹かいます。だいたい 2.5 センチぐらいの大きさです。3センチぐらいのもいます。大きくて、ちょっと気持ち悪いゴキブリですが、自分は珍しく感じます。日向岬馬ヶ瀬展望台に来ました。ここが、日本一の、高さを誇る、中上岩の、場所になります。70メートルの、高さがあるそうです。このように、柱状の岩が上を向いて立っています。
展望台から下の海面まではかなりの距離があります。今日は曇り空で、あまり、海は綺麗には見えませんが、晴れてると、ここも、美しい風景が見れるような感じの場所です。大分県の佐伯市にある、十三重の塔というところに来ました。この上にあるみたいですので、行ってみたいと思います。これが十三重の塔になります。一見コンクリートでできているようですが、何でできているかはちょっとわかりません。もしかしたら石かもしれませんが、このように近づけないので、確認できません。高さは、結構高くて8メートルぐらいはあると思います。キャンプ場に到着したんですが、駐車場には、誰もいませんでした。向こうの奥の方に、キャンピングカーが1台止まっていて、この、少し上がったところで、キャンプができそうな感じなんですが、風が強くて、とてもこんなところでキャンプはできそうにありません。トイレだというのは分かりました。建物の影のところで、テントを張ろうと思います。ここの、建物の、影で、テントを張って寝ようと思います。今までの中で一番過酷な、場所になってしまいました。とりあえず、水道博物館という建物の、間のところに、テントを張りました。もうここで、朝の、4時ぐらいまで寝ようと思います。まだここは、風が、遮られているので、大丈夫なんですが、外は、突風が吹いていて、夜の9時半を回ったぐらいなんですが、風が強くなり、テントがバタバタしてなかなか寝つけません。まあ2時間くらいは寝たんですが、非常に風が強いです。海岸沿いにテントを張らなくて本当良かったです。建物の、影でも、これだけの風が、吹いてます。海岸沿いに張ってたら、確実にテントのポールは、折れていたと思われます。